はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。カルチョビートを始めていきましょう。今回はジャパンカップ準決勝戦、キャピタル東京戦です。6位となってますが、元々強豪チームなので油断は禁物です。ここを突破してしっかり決勝に行きましょう。よろしくお願いします。やっぱり強いチームですね。やばい、早くもゴロワイピンチです。これはなんとか乗り越えた。硬いですね。しかし守備が、この守備をいつ突破できるか。コーナーキックになってしまいました。ああ、これベストだな。だから美穂がなんとか防いでくれた。センタリング部分がね、防がれます。そうですね、落ち着くのがいいですね。うまいパス。さあゴール前までだがクリアされてしまいます。という間に前半も終了ですね。前半も半分以上終了しております。サミノリキーパーの正面、逆に体勢が整っていないうちに入られてしまった。入られてしまいました。キャピタル東京、ふわっとふわっといくんですが、これはゴール前の守備が本当に硬い。なかなかゴール前に詰め寄れません。これが迫りますが、国分が切り抜け、キャンデロロ、このサヨが取りました。強いな、キャピタル東京。ゴール前、同点。前半終了直前、敵の強力な防御網をついてミドルを決め、ミドルで決めました。これサヨとミオが疲れてます。どこかな。この前あっと取られてしまった。さ
再度リードを許します。運動量が落ちてきている。逆サイドへ、これはうまい。あやか、あーっと足がキックに合わない。でも取られてしまうが、ファウルですね、これは。相手ボールのフリーキック。もうあっという間に時間がもうほとんど5分ないですよ。節子抜ける、節子、キック力は足りない。時間はあとわずか、抜けてしまいます。キャンデロー窓か、あーっとここで無情の船、2対1、1点差に敗れ去りました。先制したのはキャピタル東京でした。2ゴールミドルで、これがゴールに吸い込まれていきます。ただ前半終了直前、逆にくるみがミドルで、これで前半同点に追いつきまして後半を迎えます。ここが決勝点になりました。いいの、それから一進一退の攻防、どんどんと時間が過ぎていきます。節子がもうゴール前まで持っていってシュートを打つのですが、キック力が足りなかった。そして時間、試合終了、フラッシュ時してたんですが、キャピタル東京に敗れました。だんだんと予算が厳しくなってますね。
マドカもいい選手ですからね。ちょっとクライスは高すぎる気はしますが、みゆきもいい選手、緑をくるみを言うまでもなくいい選手ではあります。なのでみんな上がったのはちょっと痛いな。はい、ということで、今回ここまでとなります。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。概要欄プレイリスト、ブログ、ツイッターございます。ツイッターのフォローぜひお願いします。カルチョビットはお送りいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。